小子氏は、鎌倉時代末期から、南北朝時代の微中国織田軍出身の武将。通称は七郎。鉱山城、高山城二代城主。祖父は、本城優次。父は、正左衛門四郎助房。父助房は、鎌倉幕府法の北条中治軍に従い、その一門とともに、現行三年に中止した。助房の嫡男である小七郎助氏は、 高山上司を継ぎ、五代醐天皇に属して活動することとなる。志士は、弟の正在門姿勢を養子としたため、弟の姿勢にとっては義父にあたる。弟であり、養子となった姿勢は、猿がり上司になったと経図には記述されており、鉱山城の上司になったとは記述されていない。複数経図は存在するが、父助夫も志士自身も、猿がり上主とは記述されておらず、 このことが、猿がかり上を築き、初代上司となったのは、死生ではないかといった説を生じさせている。複数ある、小形図略図の一つには、死死の実子は、小師匠としている。この経図では、師匠の子息は、小師弟としている。別の、小形図略図では、師匠の通称が、小六郎となっており、猿がかり上司と記述され、父は、死生としている。 通称の違いは古きと見られるが、太郎を六郎と書き違えたのか、六郎を太郎と書き違えたのかは不明である。常識に基づけば、着難であるのだから、通称は、小太郎と考えられる。ありがとうございます。